安楽の松山駅の観覧車久しぶりに乗ったの？そうですね、久しぶりに乗りました。なんだろう、最後にいつ乗った、中1ぐらいかな最後に乗ったのって。まあまあくるりんって言うんですけど、あの観覧車、そう、高島屋にあるやつ。あと松山市駅か確か。そう、そう、松山駅と松山市駅って別の駅であるので、そう、なんかね、よくなんか愛媛の駅で集合っていう時には松山市駅と松山駅だけ間違えないようにしないと結構大変なことが起こります。まあそんなね、別にめっちゃ離れてるわけじゃないけど、確実に集合時間に遅れるっていうのは絶対あると思う。ちょっと20分ぐらい歩かないとダメなので、そう、松山駅と松山市駅のっていうのは置いといて、まあ、その松山市駅にある伊予鉄高島屋っていう、まあ、高島屋があって、そこの最上階かな、あれにくるりんがあります。でもだからね、なんか最初初めてその愛媛でお仕事するときに、これって本当に松山、あのなんか、まあ、集合場所がどこだったかは忘れたんですけど、まあ、仮に集合場所が松山市駅だったとして、これは本当に松山市駅なんかちょっとね疑ってしまった、正直。そう、なんかね、その多分きっともしかしたらね間違える可能性もあるからね、そう、松山駅と松山市駅を、まあ大丈夫だと思ったけど、そう、なんかあの、これは本当に松山市駅なんかって思いました松山市駅か松山駅かで集合だった時に、そう、ちょっと疑ってしまったんですよね。まあ合ってました、ちゃんと。はい、前髪がピヨピヨ、ていうかちょっと暑いから塗ります。あ、でもやっぱ着とくどっちや。今日は月曜日か、松山駅で集合ってあんまりないよね。まあそうだね、確かに。なんか友達と集合するときはだいたい市駅で集合しますね。まあ、松山駅から集合、松山駅に集合っていうのはそんなにはないかな。そう、うん、ローカルあるあるなの？知らんね、それは。でも全然松山駅で集合の人もいると思いますよ。もう私たちがそうなだけ。そう、他の人は知らん知らんって言っちゃう。ちょっとね、目が乾燥して。松山市駅って路面電車の駅？いや、私が今やってる松山市駅は路面電車じゃなく、路面電車って、ま、でもあれも市駅だったっけな、ま、あれも松山市駅か。まあ松山市駅の路面電車のもあるし、あれ郊外で市内電車どっちだ、伊予鉄、いや違う違う違う、あれは郊外電車でいいのかな、なんて言えばいいんだろう、市内電車と郊外電車、郊外電車でいいや。もう松山市駅があります。あ、でもよく考えたら松山駅もあったわ。そう、どっちもあるんですよ。あれ、でも松山駅から松山市駅って路面電車で行きましたっけ。もうなんかね、路面電車をね使わないから、私正直言うと正直言うとね、路面電車本当に使わないんですよ。松山に来た時はもう基本歩きなんで、正直ね、マジで使わなくってどうだったっけな、松山駅から松山市駅行けたっけ、もう何も覚えてない。でも多分行けた気がする。うん。でもどっちもあります。松山駅も松山市駅も。そう。でもあの路面電車じゃない方だと松山駅は JR で、松山市駅は伊予鉄ですね。そう。で大体私が
広島とか大阪行くあたり仕事で行くときは松山駅を使います。松山駅を使うというか絶対に通る。松山駅は一旦松山駅まで行かないといけないみたいな感じですね。はい、ちょっとごめん、目薬入れてもいいですか。ちょっとね、目が皮緊張なんで。こちら愛用してる目薬のポーチです。カードキャプターさくらです。目薬を入れます。おお、ちょびっくりした。出た、綺麗に出た。七瀬たちガチで新愛媛のグッズ買ってました。ね、なんかすごい楽しそうでよかったですそう、なんかね、楽しそうでよかったです。はい、伊予鉄は松山市内だけ。どこまで？ん？私たちがどこまで行ったってことですか？でも私ロープウェイ街と銀天街ちょっとと大街道ぐらいしか行ってないんじゃないかな。七瀬たちは道後まで行ったんですけど、そうだねうなずいた。意外と道後と反対側に行ってみてもよかったのかな。でもあっちの方に八がつくものってあんのか。富士難しい。そうね、ではそろそろ左右は、ちょっと待って、まあ、絶対熱い、まだこれ。個人的にアンロキの定番萌え台詞見たかった食材も、まあでも今回なんかね、初探しっていうだいぶ私の中ではすごいなんか特例、なんか変わったロケだったので、私もなんかどっちかってそっち系をイメージしてたので、なんか思ったのと違ったぜって最初思っちゃったんですけど、そう、まあまあそれはそれで楽しかったですね。って思うかな。ちょっと待って、こっちだけもう一回出たからさ、ちょっと入れれなかったからもう一回だけ、すいません入れます。こっちだけね、入んなかったんだよね実は。 OK です。そういえばね、昨日おだいりに久しぶりに会ったんですけど、久しぶりに会って最初にね、
最初ではなかったかもしれないけど言われたのは、ルンバってリゼロ見てるでした何の報告？ちなみに見てません。あと鬼滅も聞かれたんですけど見てないですそう、こんばんは、どうも。多分お代理が最近見てるからなのかな。リゼロは知らなかったけど、そうお代理見てるのを、お代理がリゼロ見てるのを知らなかったけど、多分そうなんじゃないのかな。そう鬼滅はね、なんか実況配信してるから星投げたのバレてました2回、1回かな、1回行ったことあって、 見に行ったことあって、そう星投げてたのね、マジでバレてた星投げてたねって言われました恥ずかしい普通に。そうそれでね、どっちも見てないって言ったら、ルンバ逆に何のアニメ見てるのって言われたそう最近アニメ見てないんだよね。うん、最近見てない。そうかゆい、バレるものの、あれってなんかギフトとか見たらね、わかります。星投げてるのが確かわかるはずだよ多分ね。ちょっと不安になってきた。多分ねギフト、あれどうだっけ、何かしら見ればね分かるとは思うんですけど、でもマジでバレるとは思ってなかったんだよね。そうコメントせずに見てたのでまあバレないでしょって思ってね、ディリリ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 ロリンつって、ディリリリリリリブブつって、で他の星ディリリ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 ディリリリリリロリンつって、星投げる時の音ブブつって、それ結構似てなかった今の真似。これからネタにできそう、ショールームの星投げる時の音ネタにできそう、マジでマジでネタにできるかもしれない。やった、持ちネタが増えたかも難しい。ちょっとなんかショールームやってない、ちょっと分かんないけどね。意外とうまい、やった嬉しいですね。そうブブッつって、ブブッつって星投げたのバレたの恥ずかしいものなの。ちょっとねマジでマジでバレないと思って投げたからね。そうでもバレたっていう、マジでちょっと恥ずかしかったです。そうまあお代理も鬼滅見てるし、多分まあ気づかないだろうって思ってそう、そしたらね気づかれてたって、恥ずかしい。お久しぶりです。お愛媛公演以来お久しぶりです。すっぴんで知り合いに会う感じかな。あーでもそれはね、どうなんだろう、私あんまりすっぴんでさ会うこと、あでもなんか逆にね、やっぱ高校生、私中学からも仲のいい子いるんですけど、その子に会う時にメイクしていくのってちょっとどうなのかなっていう別の恥ずかしさはあるんですよ。そうなんかやっぱ中高とやっぱ私のすっぴんを知ってるわけだから、なんかいきなりメイクしてきてなんやこいつみたいにさ思われてもあれだから、ちょっとね迷っちゃう、メイクしようか、まあするんですけどね。まあその高校卒業してから、まあ、会ったのってまあまだ 1,2 回とかなんですけど、そうなんかね、そのもうそう、もう毎日のようにすっぴんだ、中学から一緒だから、その6年間はもう私のすっぴんを見てるわけだからね、
逆にその私がメイクしてるとこは多分見たことないんですよ。だからなんか逆にさちょっと恥ずかしいなとは思ったんですよ。そう、あ、ちょっと暑かったかな。そう、なんかあのなんていうんだろう、難しいな。でその相手の子はあんまりメイクとかはね、あんまりなんていうんだろう、まあ、でもその遊んだ時はどっちもねメイクをしてなかったんですけど、相手は私だけメイクしてたみたいな感じになって、それはそれちょっとね恥ずかしかったんですけど、そう、何の話しようと思ったかはねマジで忘れました。メイクしていくと誰みたいな感じでも、私ねなんかメイクしてもねあんまり変わってないって言われるんでさ、ちょっとそれはそれでねショックなんだけど、あのそう加入してからめっちゃ言われてたんですよ、メイクしてもあんまり変わんないねっつって、それはどういう意味みたいないつも思っちゃって。そう、あ、でも最近だとなんかメイクしてる時としてない時ってねちょっとなんとなく分かりますよね。そう、なんか今日メイクしてんなっていう人は今日すっぴんだなっていう日あるよね。暑いけど飲めるようになった、あの猫舌になんだろう、やけどしないぐらいの暑さ、それはそれで傷つく。そうなんだよ、でも決してねナチュラルメイクとかではないんですけど、なんかどうすればなんかメイクしてますって分かるんだろうって思って、でもやっぱあの劇場公演のカメラとか見てるとなんかメイクしてる私みたいな、なんか本当にさ鏡で見た時の自分と全く違うんですよ顔が。なんかねちょっとなんか鏡よりちょっとうんみたいな感じになっちゃってるから、なんかね難しい。でもやっぱなんだろうね変な顔しちゃったけど、やっぱ照明とかの問題なのかな、全然わかんないんですけど。そう、でもあれかな、なんか大体ね劇場公演の時笑った顔なんですけど、私笑ったらねなんか上のなんて言うんだっけ歯茎がめっちゃ見えるんですよ。そう、なんかねこうやって笑ったら上ここがめっちゃ見えんのよ。なんかねお母さんにねやめた方がいいって言われるんですけど、もうね普通に笑ってもこんな感じなんですよ。ちょっとねこんな感じでめっちゃねここが見えちゃうのよ、このピンクの時が、ピンクの時ね、ピンクのところがすっごい見えて、私もねめっちゃ気にはしてるんですけどね、やっぱねなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、でも昔はねあんまりだったんですよ。でもただなんかやっぱ矯正をしたんですけど、私なんかその時からなんかなんかね顔がすっごい見えるようになって、私もめっちゃ気にしてる。でもどうすればいいんだろうね、一時期ここめっちゃ伸ばしてたんですけど。そう、光の加減によってメイクは変わるのでは。でも確かにそれはメイクは変わるかも。なんかもうちょっとあれだね、私なんかあのステージ用のメイクっていうのがないから、そういうのちょっとね見てみるのはいいかもしれない。そう、でもめっちゃ気になってるのここ。どうすればいいんだろうね。なんかねめっちゃ笑った時こんな感じで上顎がめっちゃ見えるんですよ。そう、でも絶対ね矯正でねなんか上がっちゃったのかなって思っちゃうんですよね。白湯を飲み始めました。ここからはちょいちょい水を飲むたびちょっとフレームアウトするので気にしないでください。そう、暑くない、あもう全然あの暑いけどあのね心地の良い暑さって感じ、あの明日がやけどするっていう感じじゃなくて、なんかあのほっこりするわーの暑さ。声のメイクってメイクアーティストさんにアドバイスされない、全然ないですね。うん、もう髪型はやってもらえるんですけど、
マジで顔に関して顔に関してはほとんどないですね、そういうことは。そう、ちなみに今日もねメイクはしてるんですよ。もう本当に10分クオリティ、マジで。でもだいぶ取れてるんですよ。そう、10分クオリティなんでもうね、もうほぼすっぴんなんですけど。そう、これぞナチュラルメイクよ何言ってるんだろうね。そう、やっぱ私なんかがっつりメイクしようと思うとなんか30分とかめっちゃかかんの。でもただね、そんなね、なんかあのマジで時間がなくって。そうだからもうね、もう下地塗ったらちょっとパウダーペッペッペッて、コンシーラーも本当はね2つ使うんですけど1個しか使わない。ペッ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 ってやって、もう眉は描かないんですよ。そう、眉は描かなくても大丈夫だから描かない。でアイシャドウももう茶色系、もうあの私普段は絶対ステージとか遊びに行く時とかってもう赤なんですけど、赤系使うけど、ちょっとねなんか赤系使うとねなんかあのいろいろめんどくさくなるから、もうあの茶色でパパパパつってって。あと赤にするとね、なんかマスカラ塗らなかったらなんかちょっと変になるんですよ、なんとなくね。だからでもマスカラも、マスカラ、まあビューラーマスカラもなんかこの前そのあのマジムリ学園の舞台のね、あの、まあ、写真みたいなのを撮ったんですよ。だからそれでね、あんまりなんかビューラーまつげそんなに上げなくても大丈夫って言われたんで、もうその言葉を信じてまつげはまあちょっと上げて、でまあマスカラもパッつって塗って、ちょっと塗って、であとはもうハイライト塗って終わり。そうで髪はもう前髪しかセットしない。基本私ね髪の毛縛るんで、であのなんかもうアイロンとかしなくても割とさ、もうあの割と整ってるんで正直なところだからもう前髪だけもちょっと巻いてぺったんこになるけどね、どうせ。そうスプレーでシュッつって完成っていう感じです。でも普段だいたいマスクしてるからもうねチークとか塗らない。そう、そんな感じそんな感じ。でもたまにもうすっぴんでいる日もあるかな。はい、今マスク十分楽。確かにね、そう十分楽なんですよね、わかる。まあ、その分ちょっとね、あのアイメイクにちょっと力を入れて、ちょっとアイメイクっていうね普段絶対に使わない言葉をねここで使う、アイメイクうざ私本当に、アイメイクなんてね、もう初めて使ったかもしれない。さすがに嘘。いや本当。割と本当に初めて使いましたね。あ、まあいいか。なんかね、あって思ったけど、特に何でもなかった。あ、みんなアイメイクにハマりました。イエーイ。でもそうなんかね、やっぱなんかね動いてるとさ、なんかこういうさ変な髪が出てくるんですよね。そう、こういう変なねちょっと中途半端な髪が出てくるんで、いつもこれはここにしまってます一応ねなんか固めといてもね、まあどうせ落ちるんですよ。そう、どうせ落ちる。かわいい、ありがとうございます。そう、でもやっぱなんかレッスンとかしてるとね、基本私以外みんな半袖じゃなくて長袖なんですよ。そう、あのリンリンも半袖の時あるんですけど、みんな長袖で、
暑くないんかなって思っちゃうんですよ。なんか正直私ね、なんかすごい汗をかきやすいのか知らないんだけどね、なんかそうもうね、あのなんか T シャツで私踊るんですけど、なんかねそう汗かきましたよっていうのがね分かってしまうの。もうそう、それがめっちゃ恥ずかしくって、まあそういう時って、ね、大体パーカー着るんですけど、上から分かんないように。そうでもなんかみんなね、なんそんなことないから、なんでなんだろうって思って、めっちゃね謎なのそれが。みんななんかねすごい暑いわ、汗かいたみたいな、そうな感じもなく、全くね汗をかいておらず、長袖でも平気で、もう私だけね汗かいてちょっと恥ずかしい思いをしてるそう。メンバーって夏場も長袖ですか？夏は多分半袖だと思うよ。でも冬は長袖なんだよね絶対。そうなんかそうもうね、私一人恥ずかしい思いをしてる。そう私結構レッスン着ってもう上下両方黒ってことがほとんどで、まあ時々上が紺色ってことはあるんですけど、ただやっぱ紺色とかまあ水色あたりかなってさ、汗かいたら分かりやすいですよね。だからなんかめっちゃ恥ずかしくって、それがそれがめっちゃ恥ずかしくって、紺色とかね服好きなんですけど、なかなかちょっと着るのに勇気がいるなっていつも思うかな。はい、サウナ入ってもあんまり汗かかない。ああそうなんだ。でも私あんまサウナ入んないからな。サウナ入ってもなんかそう汗はね割とかきやすいタイプではあるんですよ。そうそんなことないよ。なんか私言いました、なんかそう黒です、もうそう黒に黒、真っ黒が多い。そう自分は汗かきなので薄色のスーツだね。そうなんか薄色のね、なんかそのワイシャツ系着たらさ分かりやすいよね。なんか特に背中あたり、背中とか脇あたりってさすごいさ汗かいたって分かっちゃうよね。それがマジで嫌よね、分かるそうね、めっちゃ分かります。それはグレーも汗かいたら目立つ。確かにね、グレーもかくよね汗ね、分かる。でも分かりやすいですよね、グレーグローってなんやねん。脇の下はバレやすい。ね、バレやすいですよね。なんかもうどうにかして、どうにかしてほしい、マジで。でもなんかそうね。私もなんかね、長袖のレッスン着なんかあるかなって思ってもね、全然ないんですよ。そう。全然ないのよ。うん。なんで同じこと2回言ったんだろう。もうね、マジで T シャツしかない。半袖 T シャツしか。健康には汗をかくのいいことない。まあそうなんで、まあやっぱ新陳代謝はね、まあね、あげるのはがいいのは大事なんだよね。でもただ そういうねなんかそういうなレッスンとかの場ではちょっと恥ずかしいなって思う。会のレッスンにはね多いですね。でもなんかマジで私 T シャツってキャラものしか持ってなさすぎて、例えばなんかちょっと撮影がなんかまあテレビの取材入るんで、ちょっとキャラものはなるべく NG でお願いしますって言われたら、やべえ1枚も持ってねみたいな時が時々たまにある。そうマジでさ、キャラクターもの以外だともうね自分の生誕 T とかしかないんですよ、マジで。そのレベル、あとメンバーの生誕 T とかマジでそのレベルでT シャツかキャラものしかなくって、そうなんかあのまあ T シャツ自体は私が持ってる、まあその東京に来た時だけじゃなくて、まあ、愛媛にあるやつだともうたくさんあるんですけど、やっぱりその普段から使うのってマジでキャラものしかないから、そう困っちゃう、そういう時マジで困っちゃう。そうなんか困るんだよね。ちなみに今日は
ライトニングマックイーンの T シャツでした。キャラものですね。セリフものも良い。あ、でもセリフものって全然持ってないんですよね多分。怪盗キッドぐらいじゃない？割とマジでそのレベルで。確かにセリフものはねあんまり持ってないかも。キャラものもったいなくて着れない。めっちゃわかる。だからなんかさ、ちょっともったいなさはねあるから、なんか例えばそのなんかもうは最初に着るとき、特にお気に入りの T シャツ、まあ自分の好きなキャラクターの T シャツだったり、あまりね、まあ発売されない T シャツのを買えたとして、なんだろう、なんか着るのちょっと最初になんかレッスンとかに着ていくのもそれはそれでちょっともったいないなって思って、だいたい遊びに行くときとかに着ますね私は。そう、キャラクターの T シャツ着ていたらメンバーに何か言われることはありますか？なんか言われたっけ。でもキッドの T シャツ着た時に何かしら言われたような気がしなくもない。忘れた忘れたでも名言 T シャツ全く持ってないね。うん、なんてエヴァの予告の字幕みたいな T シャツがドンキ言ってた。マジで？なんかね、なんとなくわかるよ。私もエヴァンゲリオンは見たことないけど、なんかそのエヴァンゲリオンの次回予告風のなんかっていうのはなんかパロディ的なので、なんか見たことある気がする。なんか言い過ぎなんかなんかつって、そんなルンさんがスケピ Thank you Thank you つって、あー指ハートじゃん。あー指ハートってさ、なんか難しいよね。なんかみんなねこう自然とやってるけど、なんか私なんかめっちゃこうなる。こう、なんかみんなもっとさ、なんかこうじゃない、なんかあふねこう、なんか私ねこうなるんですよ。みんなもっとなんか、でも指ハートってあんましないんだけどね。そう、なんかこう、私こうなる。こんなもん何してるんだろう。ていうかなんかさ、ポケットからキュンですってなんなんあれ。なんかよく見かけるんですけど、あれってどういうネタ。そう、マジで ポケット叩いたらビスケットが一つやんな、ほんま。そう、なんか TikTok でない？キュンですっつってなんか出してくるやつ、なんか出してくるやつはい、あ、確かに今ねチームメイトの方でグッズで、なんか名言みたいなの売ってますよね。予約が始まってます。私はねあれ何したっけ、ルンバルンバのカオルンバにした気がする。なんかね難しかった名言が。中二やけんねにね最初しようかと思ったんやけど、ルンバやけん、ルンバルンバやけんねやっけ、やべえ思い出せないなんかね、まあ、そう、あのね何だったっけ、やばい、なんで忘れたんだろう。めっちゃ迷っ、なんかねどうすればええんじゃって思って、ルンバルンバやけんねにしたんか。最初はなんか中二やけんねにしようかなって思ったんやけど、なんかでもなんかちょっとやめようかなって思って、なんか違うのにしようかなって思って、結局ルンバルンバやけんねにしました。難しいあれ考えるの。うんふ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 ん、飲み切りました白湯。なんか白湯ってさ時間かけて飲むからさ、最後の方ちょっとぬるくなってるのが寂しいんだよね。私できれば最後まで同じぐらいの厚さでいてほしい無茶無茶すぎるけど、そうだんだんちょっとぬるいなみたいな感じになっていくのがね残念です、残念です。やばい、もう普段全然
アニメ見てないくせに何言ってるんだ見てないくせにそういえば聞いてください、あのね、私あの食費用のお金をね、いつもこの財布に入れてるんですけど、なんとね、あのもう蓋がね、もうあのね緩まりました。そう、もう蓋がね緩くなって、もうね、あのバッグの中で小銭があのばらまかれるという事態が起こりまして、そろそろね変えようと思ってます。今はねなんかあの一緒くたにしとるんやけど、でもできれば私食費と、なんだろう、食費とその自分の趣味のお金ってね、かえ、あの分けておきたいんですよ。そうだから、まあだいたい小銭はこっちに入れてる、お札系は普通のね長財布に入れてるんですけど、そう小銭はこっちに入れてんの。どのぐらい使った、でもこれ中が黒くなってきてる。レモンのキャラ、これはね、まあレモンのキャラ、まあ間違いではない、まあレモンの被り物してるだけなんですけど、これはね風響ヒットマンリボンっていうあのマンアニマン、うーん、どっちだ、漫画とアニメ、まあまあ風響ヒットマンリボンっていう作品があるんですけど、そちらのこちらのリボンっていうキャラでして、そう、このリボンってキャラはあの本当の姿はこれじゃないんですけど、割とよくいろんなね、まあ、ゾウさんの被り物だったりいろいろするから、今回そのレモンの被り物なんですよ。そのなんかレモンモチーフのグッズなんで、ちなみにこちらは沢田恒吉です、私の好きなキャラです。はい、でもなんかこのね財布はすごいキャラものしてる財布だよね。まあ、私がそのだいたいあの趣味系、趣味でお金使ったり、なんか趣味でお金使うって言い方、趣味にお金使ったりとか、まあまあ、カードとか入れてるのはまあ、キャラもの、まあ、キャラものではある、キャラものっていうのがあれば、まあ、アニメ系なんですけど、あ、まあ、サマーサタバサとのコラボっていうのもあって、そんなになんかアニメしてないやつなんですけど、こちらはもうね ガチもうガチですよ。そう、しかもガマ口です。そう、ちょっと小銭入れが欲しいですね。小銭入れが欲しい。でもなんかね、やっぱ食費とね、その食費と他のお金って分けるの割とね、めんどくさいっちゃめんどくさいんだよね。そうちょっとめんどくさいなって思っちゃうんですよ。あのいちいちね出さないといけないから、それはそれでめんどくさいなとは思うんですけど、やっぱり分けておきたいんですよ、どうしてもお金をね。だからなんかいい方法ないかなって思ってます。はい、何の話をしてる、そう、長財布の方はね小銭入れはもう一箇所しかないからね。そう、大体そのもんか。そうです、ぜひね、おすすめの小銭入れとかあったら教えてくださいなんかね、すぐに取り出せるよみたいな、ちょっとわかんないけど、おすすめあったら教えてください。サンリオにない、あでもサンリオだとね結構財布ってなるとさ難しいんだよね。でも確かにコインケースとかならいっぱいありそう。ちょっと後で探してみよう、サンリオショップとか、なんかあのアニメイトショップとかでも探してみようかな。アニメイト小銭入れはガマ口のイメージだよね。そう、イエーイ。でもねだいぶね、どのぐらい使ったんだろうこれ。2年以上は使ってるけどさ、ちょっと忘れましたね。そう、ちょっと忘れましたね。そう、でもなんか
うさんなないんですよね多分。もうそうね、やっぱサンリオってだあの出されるグッズが借りられてるので。そうカード入れは別にしてる。カード入れはね長財布の方に入れてるんですよ。そう、もうカードは全部長財布の方ですね。うーん、でもカード入れあのスペースいっぱいあるんで、もうスススススッって入れてます。はいはい、つって、こんばんは、どうも。ペイペイでも LINE ペイが合併した。そうなんですか。でもペイペイとか全然使わんけんさ、わからんね。おばあちゃんみたいなこと言っちゃったかも。いやでもおばあちゃんでもやっぱペイペイ使いこなしてそう。 LINE が返事遅いメンバーいる？まあ誰とは言わないけど、基本ね私と連絡取ってる子はみんな返事遅いです。でもね私は気にしてない。もうだって慣れたからね。そう慣れましたから、はい。こんなこと言っていいんでしょうか。でもさやちゃんとかりっせんは意外と早いと思うけどね。そうなんかすぐ帰ってくるし、でも私めっちゃすぐ返しちゃうんですよ。だから時々ねなんか早くないみたいな言われちゃうんですけど、でもさやちゃんとかは割と、さやちゃんとかりっせんは割と早めだね。でもなんかあのメンバー、私メンバーとねそんなに頻繁にね連絡しないから、取らないからねあれなんですけど、まあ大体ね連絡、まあ、友達とは取るんですけど、まあねそう私やっぱなんか結構遅い、ちょっと返事はまあ結構遅い人に恵まれてるので、なんかもう、ね、慣れましたもう。はい、なんかね私はもうすぐ返すけど、もう大体私以外のみんなは大体もうね割と遅く帰ってくるタイプなんで、まあでもね全然気にしてないんだけどね。そう全然気にしてはない、本当にね慣れました。そうそう、ま周りにねそういう人がねいっぱいいたからこそなんですけど、慣れました。結構慣れていいもん、なんかね。まあでもね別にね、なんか2年待っても返事が返ってこない、あるよねそういうこと、わかる。そうまあでもなんかねやっぱすぐに返さなくちゃいけないってわけでもないから、まあでもなんか待つのには慣れたって感じです。そうなんか割と全然帰ってこないなみたいな、まあでもそんなもんかみたいな感じで。もうねそうなんかよくあるじゃん、なんか割となんか5分以内に返さなくちゃみたいな、あるじゃん、なんかすごいなんか嫌われるみたいな、なんか、ね、よくそういうのをねなんか携帯講座みたいなんで見ました。その時はメールだったんですけど、5分以内にメール返さなくちゃいけない、あーもうご飯の時も手放せない、あー夜も眠れない、あーみたいな、そうあるじゃん、あれあれ、ああいうことはねさすがになかった。なんかねそう私もねなんか早く返事欲しい、まあでもなんかそうまあそのメールやり取りしてなんか会話をしたいなとは思って、まあ、早く帰ってくれる、来てくれたら嬉しいけど、別になんか早く帰ってこないともうマジ許さんけんなお前とかではない。そうだからまあ人それぞれあるから、私は全然それは気にしないけど、まあなんかちょっと早めに帰ってきてくれたらちょっと嬉しいかなみたいな感じです。そうそしたらなんか会話ができる、会話なんかその場で会話ができるなみたいなっていう意味で、まあすぐにというかなんか割と早めに帰ってきてくれたら嬉しいなとは思うけど、別になんかね遅かったからどうこうっていうわけではないです。はい、すごい声が出ましたね。はい、なんか帰ってこなかったら来なかったり不安になるときはねありますよね。そう、
はい、というわけでじゃあ今日はねちょっとじゃあここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっと今日短かったんですけどね。じゃあランキング4でいくよ。あれ、13位モノサルさん、12位飯田ひろゆきさん、11位キャパさん、10位アーティーさん、9位ソランさん、8位ロミチさん、7位姫川さん、6位夏目さん、5位プレジョンさん、4位カラスのカーコさん、3位玉国さん、2位にゃんこ侍さん、1位がはやちゃんさんでした。最後になって目が乾燥でもね、あとでね目薬を入れます。はい、というわけでね今日も見てくださってありがとうございました。3月も頑張っていきましょう、イエーイ。というわけでじゃあまた明日、おやすみなさーい。またね、おやすみー。